年のソビエト連邦の切手コスモス186188号はソビエト連邦の2機の無人宇宙探査機であり、後に公開モジュールとして、ソユーズ計画に組み込まれた。1967年10月30日に2機は宇宙開発の歴史上初めて全自動のドッキングが行われた。相互の探索、接近、停泊。 ドッキングはコスモス186に搭載されたイグラシステムによって自動で行われた。結合して3.5時間後、地球からのコマンドを受け取って分離し、別々に軌道を回り続けた。コスモス186は1967年10月31日に、コスモス188は同年11月2日に、どちらもソビート連邦内の予定された地域に、 南着陸した。この年の初めに行われたソユーズ1号とアポロ1号の両方で致命的な事故が発生したことから無人飛行を先に進めることが決定された。しかしソビエト連邦は自国領土以外に地上局を持たなかったことからドッキングは完全自動で行う必要があった。最初の試みが失敗した後南大西洋上で二度目の試みが成功した。 しかし、このドッキングでは、モジュールは、機械的には結合したものの、電子的には結合しなかったため、完全な成功とは言えないものであった。また、操作には、予想よりも多くの燃料を費やした。このミッションでは、小さな部品を打ち上げ、それを宇宙で組み立てることが可能であり、宇宙ステーションのような大きな構造物を打ち上げるのに、非常に大きなロケットは必要ではないことを示した。 ありがとうございます。